日本の安全保障で取り巻く環境は劇的に変化し、中国や北朝鮮、そしてロシアと3カ国の脅威は、日に日に危険度は増しています。そんな中、次世代護衛艦もが身型が建造され、ついに新型 FFM の建造開始へ、今までの日本とはギアが2つも3つも上がってます。今回は新型 FFM の役割と具体的な装備について詳しく深掘りしていきます。やはり少人数化を達成するために AI を搭載、日本は実は AI の分野では世界屈指の技術があるんですよね。今までの人数とは比べ物にならないほど少ないです。中国海軍の増勢への対応も含めて深刻な人手不足に悩んでいた海上自衛隊は、従来の護衛艦より自動化や省人化を進めたもが身型フリゲート FFM を量産していました。しかし近年、以前にも増して急拡大しつつある中国海軍への対処が喫緊の課題となったため、海上自衛隊は全く新しいコンセプトのフリゲート艦を建造する計画を決定したのです。従来までの護衛艦とは全く違う多機能であり、省人化をコンセプトにしている艦艇を作るということです。今までの艦艇では中国相手に歯が立たないと考えざるを得ないということなのでしょうか。厳しいですね。もが身型フリゲート艦は画期的なクルー性を取り入れた海自発のフリゲートとなったのですが、本来は22隻を建造する計画だったそうです。しかし防衛省がより一層の能力向上型艦艇を追求したことによって、最終的な数は12隻になってしまいました。新しい艦艇を作るから旧型はこれ以上増やさなくてもいいということなのでしょう。そしてもが身型の後継としては、同数12隻の新型 FFM が建造される予定になっているそうです。ちなみにこの FFM とはフリゲートの艦首記号である FF に、機雷戦、マイン、および多用途、マルチパーパスの意味の M を付け加えたものということです。では、艦名未定だった新型 FFM の基本性能について紹介します。基準排水量は4880トンです。サイズは、全長142メートル、全幅17メートルです。正式発表されていないので推測値ですが、乗員は90名と見られています。速力は30ノット以上なので、時速に換算すると 55.6km 以上になります。ちなみに航続距離は不明です。機密事項ですからね、公開できないわけです。兵装としては、5インチ速射砲が1機、垂直発射装置 VLS が1機、シーラム防空システムが1機備わっています。その他にも、対艦ミサイルや魚雷発射艦、デコイ、おとり発射装置に、遠隔操作式機関銃、機雷敷設装置や水中無人機、水上無人機なども搭載されていると言いますから、すごい艦艇ということがわかります。その分建造費も安くはないというわけです。納税者として一番気になる建造コストは、一隻あたり約870億円ということです。この新型 FFM ハモガ身型、改めではありますが、基準排水量は約1000トンも増えています。この数字は、高波型護衛艦すら超えるレベルです。高波型護衛艦シリーズは、1998年、平成10年から2001年、平成13年にかけて5隻建造されました。ネームシップの高波の基準排水量が4650トンですから、CFFM の方が大きいということがお分かりですね。フリゲート艦でありながら、もはや通常の護衛艦に匹敵するレベルと言っても良い艦艇でしょう。この時期 FFM は、もが身型と同じく、三菱重工業が主契約企業になりました。ただし、下請け企業はジャパンマリンユナイテッドです。この新型のイメージ図が公表されました。その図を見る限り、船体の長さと幅は一回り大きくなったものの、外見ハモが身型とさほど変わらないように見えます。ただし、当然ながらステルス性を重視したデザインです。あえて違いを指摘するとしたら、多機能レーダーの位置が若干異なるぐらいでしょうか。
主要な装備も従来のものを踏襲しながらも多機能ソナーを追加していますし、目下、味方では後日装備された VLS が最初から搭載されています。この新型 FFM に力を入れていることがわかりますね。VLS を何機搭載しているのかは不明ですが、排水量が1000トンも増えていますから、現行のセル数16セルから2倍近い24から32セルまで増強される可能性も考えられます。VLS に積むミサイルですが、標準装備であるアスロック対戦ミサイルだけでなく、ESSM、エオールベット、G、スパロー、ミサイル対空ミサイルも含まれると考えられます。日本語では、発展型 C スパローと呼ばれているそうです。フリゲート艦であるもが、味方は、汎用護衛艦と比べて、どうしても防空能力が低くなります。だからこそ、新型 FFM では、ESSM の搭載や対空レーダーを強化することで、弱点を克服しようと、企図しているのでしょう。これらの他にも、機雷戦能力や電子戦能力の強化も見込まれていますし、アメリカから、購入予定のトマホーク巡航ミサイルを搭載することもあり得るのです。新型 FFM は、大きさでも性能面でも、汎用護衛艦と大差ないように思えますが、この陰には、消費と化と多機能、高性能の両立を目指そうとする海上自衛隊の苦悩が感じられます。12隻という数は、文字通り、海自の主力になるので、汎用護衛艦に近い能力を持たせる意図があったとしても、おかしくはないでしょう。むしろ、海自発の FFM もが、味方を実際に運用してみた結果、様々なメリット、デメリットを含めた教訓というべきものを得たのは間違いないでしょう。能力拡大は、これを反映したものになるはずです。現行の少人数運用体制を維持できるのかという懸念はありますが、最終的には、汎用護衛艦足す機雷戦能力足す消費とかという特徴を持った艦艇に仕上がるのではないかと思われるのです。さて、そんな防衛省の新型多機能フリゲート艦 FFM の命名、進水式が、26日、長崎県長崎市阿久野浦町の三菱重工業中崎造船所長崎工場で行われました。名前は、ニヨドです。同造船所で建造されたのが、味方の7番艦ということになります。今後、各種装備を取り付ける偽装工事などを経て、2024年度中に引き渡される予定になっています。防衛省によると、前述の通りもが、味方は、計12隻の建造を予定しています。中崎造船所には現時点で、このうち8隻を受注しています。2、ヨドは、ネームシップであり、1番艦の最上、3番艦の城、4番艦三熊、5番艦矢萩、6番艦阿賀野に続く6隻目となります。9、10番艦は現在、建造中です。これを見てお分かりのように、艦名は、日本国内の河川名に由来しています。最上は、山形県の最上川、能代は、秋田県の米代川下流の能代川、三熊は、筑後川の上流で大分県を流れる三熊川、矢作は、愛知県の矢作川、阿賀野は、福島県から新潟県へ流れる阿賀野川にそれぞれ由来しています。2、ヨドは、愛媛県と高知県を流れる仁淀川に由来しています。この川は、清流としても有名で、仁淀ブルーと呼ばれる美しい水の色も人気がありますね。海、蔵などの小説で知られる宮尾富子には、仁淀川という長編小説があります。個人的な考えですが、四国の河川なら、最後の清流と呼ばれる四万十川があるのに、なぜ仁淀川だったのかと不思議でした。でも、他の名前を見ると、すべて3文字なんですよね。四万十は4文字ですから、知名度は高くても、あえて選ばなかったのでしょうね。となると、これからの名前は3文字の河川名ということで、宮城県を流れる名取川、青森県の岩木川、神奈川県の鶴見川、山口県の錦帯橋の下を流れる錦川などになるのかな?と、次期護衛艦の名前を推理するのも楽しいですね。艦艇に、ヨドは、全長133メートル、幅 16.3 メートル、基準排水量3900トン、乗員は約90人ということです。平時の警戒監視対応、
有事の対潜水艦船、対空船、対水上船に加え、従来は掃海艦艇が担っていた機雷の掃討、浮接機能も備えるという高スペックを持っています。機能を集約したことで、従来の護衛艦よりもコンパクト化と省人化を実現しています。建造費は、岡山県玉野市で建造中の8番艦と合わせて約947億円ということです。命名・進水式には、関係者約160人が出席しました。防衛省の増田和夫防衛事務次官が、艦艇の名前を読み上げた後、綱を切断。風船や紙テープ、花火で、華々しく進水を祝ったそうです。